エイトカッタと言います。よろしくお願いします。チャット GPT 続きであれですけども、はい、よかったら聞いてってください。自己紹介します。カッタと言います。自称コンサルティングエンジニアって書いてるんですけれども、普段は、どちらかというと、お客さんの前に出たりとか、スライド作ったりが多くて、エンジニアの仕事は、だいたい0.1割ぐらい、なんで、そんな感じの、仕事をしてます。ツイッターは、カッタアンダーバー DA でやってるんで、よかったらフォローしてください。そうですね、大学を、3年前に、大学院を3年前に出てるんですけども、一応このマークのプログラミング言語を知ってる人がいたら嬉しいんですけども、その大学の時はどっちかというと、その数値計算とかシミュレーションみたいなことを、よくしてました。はい、そんな感じで、本題に入りたいと思います。漫画製造箱というものをご存知でしょうか？某、未来から来た猫型ロボットの、道具として漫画製造箱というのがあるんですけれども、一応ちょっと著作権に配慮して、すごくモザイクかけて貼っつけてはいるんですけれど、この秘密道具はどういうものかと言いますと、ここで、ドラえもんが使い方の説明をしてるんですけど、のび太くんが、漫画を、手塚治虫の漫画を機械に入れると、その作画だったり、画風だったり、物語だっていうところを読み取って、漫画家をこの機械が再現してくれるっていうところの、アイテムになってます。で、ここにのび太くんがこういう、こういう物語を作ってほしいっていうと、この機械が動き出して、漫画を出すっていう秘密道具が、あるんですけれども、今回の話はそんな、漫画を作ってくれる AI に、この秘密道具っていうところに近い話になるのかなっていうところで、一番最初に紹介させていただきました。今回使うのが、チャット GPT と、画像生成 AI なんですけども、チャット GPT の方は、こういうテーマを与えて、ショートストーリーを書いてっていうと、バーッと書いてくれるっていうような使い方もできるようになってまして、チャット GPT に、この使い方をして、まずショートストーリーを書いてもらうというところをしています。で、画像生成 AI の方は、同じく OpenAI が出している DALL-E っていう、画像生成の AI の API がございまして、これちょっと僕、試しにいろいろ使ってみたんですけれども、左からいきますと、手塚治虫が描く無免許天才外科医って言って出てきたのが、こいつなんですけれども、皆さん想像するのは、ブラックジャックの、紙が2色に分かれたブラックジャックの、絵を想像すると思うんですけど、多分学習データにそういうちゃんとした版権のデータが入ってないんで、なぜか眼鏡が2色に割れたお医者さんみたいなのが出てきました。で、続けて、同じように、藤子 F 不二雄が描く美少女キャラクター、しずかちゃんを出したかったんですけれども、近からず遠からずというか、少し大人っぽい20年後のしずかちゃんですって言われたら、そうかというような画像が出てきました。で、どちらかというと、有名な絵とか、絵画とかは、寄せることができて、ゴッホのひまわりって作品が、あると思うんですけども、ちょっとゴッホのひまわりに寄せて、いろいろ入力を試行錯誤しながら作った絵が、こちらなんですけど、比較しちゃうと、こっちが偽物だなっていうのはわかると思うんですけども、これをゴッホが描きましたって言われたら、僕みたいに絵画の素人の人間には、そうなんだって納得しちゃうかもしれないぐらいの絵が出てきました。で、同じように、こういうダリのパラソルを持った女性の絵っていうのがあるんですけども、それを再現してみたりすると、結構いい感じの絵っていうのが出てきて、おります。で、今回、このダリっていう、画像生成 AI の API を使って、先ほどの絵本っていうのを作っていきたいと思います。はい。で、これらを組み合わせるときに LINE を使ってみてるんですけれども、チャット GPT で、文章を出して、それに対して DALL-E で画像を出して、LINE で綺麗に出力
させてあげると、漫画っていうとちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、4コマの絵本ぐらいの、ものが生成できるんで、これを今回4コマ絵本ボットというふうに呼ばせていただいてます。で、ちょっと先に構成図が、出てくるんですけども、一応 LINE 上で、使っているのはその LINE と、Google Apps Script と、OpenAI の ChatGPT API と DALL-E の API です。LINE 上でこう、テーマとなるようなメッセージを送ってあげると、ChatGPT が物語を生成して、その物語を使って画像生成 API の方に文章を投げると画像が返ってきて、でそれをチャットというか、LINE の方に出力するというような、構成を作ってみました。で、完成したのが、こんな感じなんですけども、ちょっと LINE 公式アカウントの方も載っけてみましたので、よかったら試してみていただけるといいかなっていうふうに思います。ただ、まあ、先ほどもマネタイズの話がありましたけど、この画像生成の方が、まあ、1枚数円の単価がするんで、結構高いで、まあ、いっぱい使われちゃうと困るんで、1人2回までに設定してるのと、もしかしたら数日経ったらこのボットは消すかもしれないですところだけちょっとご承知おきください。ちょっと中身の説明を、ここからしていこうと思うんですけども、チャット GPT の方はどういうふうな、リクエストをしているかっていうと、まあ、モデルはGPT 3.5 ターボを使っておりますで、ちょっとパラメータでテンパレチャーとフリクエンシーペナルティっていうのを、加えてるんですけども、これもともとOpenAI のエグザンプルにストーリーを作るときのエグザンプルがあったんで、そのパラメータをそのまま利用しています。最初にこう与えられたテーマで起承転結のある200文字の、笑える話を生成してくださいというように、指示を与えて、起承転結を起承転結のように書き始める必要がありますというように出力のフォーマットを指定してあげると、その後文章を受け取った時に起承転結で切り取って、文章の処理ができるっていうので、処理が楽になります。で、こういう指示を与えて作ってます。で、まあ、システムにその、内容を与えた後に、ユーザー側から受けた文章のテーマっていうのを、入れるような仕組みにしていまして、まあ、テーマ何々っていうと、テーマ何々っていうのを入力して、チャット GPT の方に投げる。すると、物語が入ってくるというような感じになってます。で、まあ、ちょっと先ほどの、先ほどの 2個前のスライドのやつは、ゴリラの世界の掟っていうテーマを与えて作ったんですけども、出力された返ってきた文章がこんな感じになってまして、まあ、きれいに起承転結っていうふうに書かれて、その後に文章が続くっていう形になってます。まあ、これを一部一部拾ってって、DALL-E に投げて、絵を描いてもらうと、ちょうど 4枚の絵を作ってもらうことができます。DALL-E の方の API の、中身をどうしているかっていうところを、ご説明させていただきたいんですけど、API の、リクエストのボディ自体は結構単純で、どういう文章で画像を生成するかっていうプロンプトと、画像を何枚出すかっていうところで、まあ、1枚というふうに設定しているっていうのと、あとサイズが、2×2で、作ってるんですけども、これサイズが一応3種類ございまして、それではこんな値段になってるんで、ちょっと一番ちっちゃいサイズにしても、4枚で8円前後かかるっていうところで、なかなかちょっとお高い API になっております。で、まあ、プロンプトについては、ここに入れるプロンプトについては、DALL-E の入力が英語のみなので、まあ、先ほど受け取った文章を英語に翻訳してからプロンプトに入れてます。で、あと、まあ、4コマ漫画にしたいっていうところで、絵柄を統一するために、先ほどの文章プラス、呪文と呼ばれているような、ものを追加してます。まあ、その中身なんですけども、一応、文章としては日本語で受け取ったものを翻訳する。で、その後に、
まあ、スーパーファインイラストレーションでアメリカンコミックみたいな、あとカラフルでポップみたいな、まあ、あの絵柄を統一するためにある程度特徴のある言葉を、付与してあげると、まあ、アメリカンコミックみたいなカラフルなポップな画像が出力されたというような感じになっています。で、まあ、最近になりますけどもこんな感じで、テーマを言ってあげると、4コマ絵本を生成しますって言って、文章と絵をこうポン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 投げてくれるって言って、まあ、いろいろ試してみると結構読み応えのある文章だったり、まあ、面白い絵だったりというところが出てくるんで、まあ、ぜひ友達追加して、試してみてください。はい、以上です。ありがとうございました。